40万人感謝の突破記念でしまして、スイッチ3つ用意しました。応募はチャンネル登録してあることとか、まあ、いつも通りのやつです、はい、ご応募お待ちしております。お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくとも。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。あんまり前出ない。顔でかいから。ほんと顔でけんだから。もう出てる。いやお前は人のこと言うな。顔でかいから。バカでかいじゃん。いやお前マジで、お前マジブス。お前緑髪にしてからマジで。初めて言われた。こんな恋すぎ。お前偽物のゾフ。マジでブス。はい、都市伝説でした。都市伝説は英語でレジェンド。違います。アーバンレジェンドです。ああすいません。前回やっぱり福岡言ったというところでね、福岡にまつわる都市伝説をやりたいなと思って。まだ持ってきてくれたんすか。福岡でやる都市伝説をってやるんですか。バカだ。やるんですか。俺だけバカがついてきた。すいません。福岡でね、実際に起きたと言われている教師含む小学校のクラス全員33人が首吊り自殺した事件について。そういう授業だったの。違いますよ。絶対に違う。違いますよ。課外授業だね、それね。課外にも程があるわ。ニュースないんでしょ、それでも。え、知ってんの、もしかして。うん。お前もその一人。いや、違う。死にたくても死んなかった。生きてます。ニュースにはなってないよね。でも、福岡の人は知ってる人がちょいちょいいるみたいな。ちょっと都市伝説っぽい。そうそう。この情報の統制ぶり、かなり徹底とされてて、地元のその掲示板みたいなやつにも、書かれてもすぐに削除されるっていうね。でも、これだけならまあ、よくある話なんだけど、はい、福岡のね、市役所のホームページとかにもそういう書き込みがあったんだって。それもすぐ消されてしまうという。え、国絡みで何か闇がありそうじゃん、この時点で。あと33人っていうのもちょっとなんか闇ない。あー、まあ確かにな。33はフリーメイソンで33階級なんだよね、フリーメイソンは。だから3が続いてる数字っていうのはあんまり良くない数字だって。映画とかでも、ホラーとかで33人目とか33番目とかばっかり。あー、この事件が起きて数日後に近所に住む人たちとか、どうなったんですかって言っても、調査中ですって言って何も教えてくれなかった。何なんだろう。まあ何なんだろうかは後でね、考察的な話になりますから。おー、いい。日本って集団自殺とか集団殺人みたいな事件が起きたら何かと揉み消す傾向があるんです。なぜかっていうと、1970年代に起きた三島事件。静岡の。静岡かどうかはごめん、ちょっと分からない。雪男でしょ。雪男。そう、三島雪男。あって、なんで知ってんの。あってんの。今マジで、これマジで。適当どんな奇跡起こしてんだ。三島事件とは、1970年11月25日に日本の作家三島由紀夫が憲法改正のために自衛隊のクーデターを呼びかけた後に自殺した事件である。三島と同じ団体盾の会のメンバーも事件に参加したことから、その団体の名前を取って盾の会事件とも呼ばれる。これとオウムも結構集団自殺やってるんですよ。結構主にこの2つを日本は恥ずべき行動だとしてるんですよ、集団自殺が。そう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 。だからなるべくニュースとかでも集団自殺とかあったらもうすぐ揉み消すようにしているらしい。日本人の悪いことところがバレるみたいな。やっぱ日本人って意志が弱いから、みんなで死のうならさ。そう、一回あったらなんか電車でさ、こうみんなで死ねば怖くないって言いながらさ、女子高生50何人ぐらいがいきなりバン飛び降りたやつ。そう、そんなの調べないよ。知るんですよ。映画かな。でもみんなで死ねば怖くないやつ、せーのでバン全員降りてドドドドドン。これは怖いな。スポンジスポンジいからね、めちゃくちゃ。まあ、その一番のスポンジ。すごい、今自信満々にスポンジが出てきた。子供がその4人自殺した例がありまして、警察とかはこれを親に、1人は自殺したけど、あとの3人はもうたまたま事故とか事件に巻き込まれて亡くなったんですよって伝えて、集団自殺じゃないことをこう広めようとしたっていう。そこまでする必要ありますか。はずいことかな。だから結構だから徹底してるんですよ。ではこの事件の一番有力とされている説がありまして、これですよ。33人が首吊り自殺っていうことになってるんだけど、実は違くて、朝鮮の組織が日本人の戸籍を奪うために33人を殺したんではないか。うわーすぎる。そうやばい。ちょっとやばい。警察用語としてパイ乗りっていう言葉がありまして、パイ乗りっていうのは工作員とか諜報部員とかスパイとかが殺して、その人の戸籍を
奪ってその人になりきるみたいな。でこの人たちはそのために整形手術もしてるから、多分その殺害した人に多分顔を似せるとかして、多分うわっ、うますぎやろ。殺害された子供たちの親はこれに対し異変を感じて警察に連絡をした。事態の深刻さを察知した警察は相乗りした朝鮮人を自殺に見せかけて駆除したと言われている。しかし集団自殺はタブーとされているので、ニュースで流されることはなく、一部の人のみが知っていると言われている。日本ですぐニュースにしたがるじゃん。それでだってこんなニュースになってないってこと、どういうこと？怖い都市伝説を持ってきちゃいましたけど、まああくまでも都市伝説の息がはみ出ないと言いますか、真実はまだ分かっていないね。そうやね。でも警察が必死にこう隠そうとしている点とかを見ると、これはもう限りなく事実に近い事件なのではないでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第です。そう、散々都市伝説今までやってきて怖いのもあったけど、現実的に怖い。なんか一番怖いね。この動画ゾッとしたなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お願いします。次の動画でお会いしましょう。バイキン。なんて言った今。次のボドカでお会いします。海外せよ、海外せよ。お前ほんま想像つかん覚悟でぶっかまされてるやつ。